第6弾仏道をなろうというは自己をなろうなり自己をなろうというは自己を忘るるなり自己を忘るるというは万法に称せられるなり。ここでまたね仏道を主題にした話です。大体ねこの、現状公案の巻でこの第6弾まではねこの巻の総論です。それで第7弾以下そのあれですね人初めて法を求める時以下はねその、格論に6弾までは総論っていうのに対して第7弾以下は格論というべきか。そして今第6弾は以上の総論の話のまとめだ。だからこれことにまたこの段は、大切なあれですよね。これで仏道じゃない、今も言ったようにただ仏法のために仏法を主する、すなわちこれどうなりってことね。生命実物を生きているから生命実物として運転、人生運転していくってことだ。でこの仏道をなろうというは自己をなろうなり、この自己は今も言ったように決してねいわゆるのエゴイズムのエゴじゃない、そうでなく人一切自己だ、自他脳症を超えた生命実物としての自己ね。で先に、自己を運びて万法を主張するを命とするっていうのがあって、そこでも人一切自己だ。しかしさっきも言ったようにその人一切自己を生きてる、みんな人一切自己を生きてるんですよ。それなのにその人一切自己を生きている我々の頭にその人一切ならざる、この金欲しい、女欲しい、地位が欲しいって、そういうふうな思いが湧くね。それでだからその頭の思いに振り回されらどうせ迷いだと。しかしながらそういう迷いであったにしろ、そのそういう迷いをが浮かんでくるそのことはこれ生命実物なんだからね、天地いっぱいから浮かんでくんだ。たとえ我々がどんな迷いをの思いをこう浮かんあの持とう、その浮かんでくるそのものは天地いっぱいから浮かんでくるんですね。それだからこの天地いっぱいぐるみの自己を習う、これが仏道を習うと。それでそうしてみるとね、そういう事故を習うっていうのは天地いっぱいぐるみの事故なんだから、結局はね一切は事故の内容ってことだ、一切は事故の中身だ、あるいは出会うところ我が生命の分身だ、そういう発見自覚を、それが事故を習うっていうことですね。でその点ね、私私のところにいろんなお客さん来る、あるいはいろんな手紙来る、しかし そのお客さんが来てなんかいろんな問題私に提出するね、その時にそれを私は私の問題だと思って、そういうあれと思って出会うから、そうするとそれだけ私の中身は増えていくじゃない、非常にねだから豊富になってくる。それに対して人の悩みは人の悩みで、それに、あれしたって、ちっとも俺が得することはない。それでもってそういうのを全部この
私はだ自分は自分だけ考えてて、そういうのはあのお断りっていうんだったら、これ私は非常に中身が少なくなった。その点ね、何から何まで自己の中身、出会うところ、我が生命の分身として出会うっていうね、これが仏道としてね大切だと思うんだね。でその時に自己を、あの仏道を習うというのは自己を習うなんだ。そうするところが、そういう自己を習うというのは自己を忘れるなり。例えばね、子供を持つお母さんね、これは我が子のために自己を忘れてるじゃん。そのいや、大体まあ女の人っていうのはね、の若い裏若い頃は美しく見えるね、それでまた美しい事実ね。ところが一旦赤ちゃん持ってってなると、これしぶとくなるねそうして地上を のたうち回るっていう感じだね。とても男の及ぶところでない。これだけね、もうあれなんだ、我が子ぐるみ、事故だから我が子を保護するためには、この事故を忘れてんだねで、これまあこれは思想じゃない、いいですか。仏法は思想でないっていうのはそこだ。この人一切事故って言ってね、 仏教では人一切事故っていう思想があるって言ったって、これ話は違う。そうでない、人一切事故っていう言葉もね、単に思想として受け取ってる限りはその仏法の話でない。そうでない、お母さんが赤ちゃんを持って、そして自分は母だってね、その頭で考えなくても、そういう中身としてね、その事故を忘れるっていう時に、本当のこれ思想でない実物。それと同じようにお釈迦様がね、三界は我が身、その中の修行をことごとく我が子って、これもね仏教の思想って言って言うからね、それで話し合っちゃう。そうでない、生命実物そのものの自覚です、ね、例えばね、また自動車、これ自動車運転持ち出すのが一番話分かりいいからね、自動車運転の話持ち出すんだが、その自動車運転の場合ね、運転っていうこと、本当の実際の運転っていうのは思想じゃない。頭で考えてやるこっちゃない。これはどこまでも刻々にそのこう運転していくとき、刻々にその目の前に現れる風景ね、それを自己の中身としていくんだ。そして結局我を忘れて、その刻々に映る風景に応じて、そして手元足元の機器を操縦していくんでしょ。だからその自己を忘れるというは万法に称せられるなんだ。要するに刻々に映る風景ぐるみだ、自己として行動してるんだから。だいたいその点ね、その自己と万法とって、この前にも言ってるけれど、決して二つに分けた後の話だったら、だから万法っていうのをね、法っていう言葉を物とか存在とか言ったら話は当たらないって私いつも言うけど、この自己と万法とって二つじゃないんだ。だから、いわゆる自己は万法を生命体験しながら生きてるんだね。それから万法はっていうのは自己に生命体験されながらあるっていう、このそういうその生命実物を言う、そういうだから一心一切法で、一切法一心だ。あ
あらゆる万法一切法は私一心だ。で自身ですね、この自身はまた一切法だ。それが根本ですね。それが不二の生命実物だ。自己と万法と分かれる以前に不二の生命実物、それが生き生きした自己であり万法である。それに対していわゆる西洋的考え方はね、主観と客観とって言ってね、まず分けちゃう。そして二つが関係し合うところに一つの認識があると、こういうふうに見る。ところがね、一旦切断しちゃったらね、切り離しちゃったら、あとひっつけてもそこには生命流れない。例えばまあこの人体そのものでも、その今の西洋医学が愛するように手足を切って、そして胴体と首を切ってって言ってね、解剖しちゃって、それでおのおの研究した結果ね、それをつなぎ合わせてって言ったって、その人体の話、本当の生きた人体の話にならないもん。いや私はお医者さんの悪口ばっかり言うけどね、それで言いながら私の本を一番読んでくださってるのはお医者さんなんだからのそれは今のお医者さん、算術ばっかりのお医者さんじゃないってことだ、ね、それで人術っていう人、お医者さんとして見たら私の言う話が筋が通ってるって。伊福先生だって生存の医学はダメだ、生命の医学でなきゃダメだって言われてたけど、伊福先生亡くなっちゃったけど、そのね、とにかく生命の医学って、生きてる医学って言ったらね、もうそう解剖しちゃってから後つなぎ合わせたんじゃダメだ。で人生運転だってそうだ。自己と万法とって言ってね、二つに分かれる以前の、もうこの刻々に映る向こう側の風景と、私の手元足元の操縦機器と、これバラバラにしてね、思想としてその、操縦は操縦、刻々映る風景は風景って言ってね、と二つに分けちゃった、挙句じゃ生きた操縦はできないですよ。例えばそのあれですね、いくらこの自動車の操縦の仕方知ってても、でもその向こう側見ないで操縦できるかいくら自動車のその、機械のね操縦はもう中6点であろう、向こう側の風景見ないじゃ運転できない。だから向こう側の風景だけであって、こっち運転する仕方も知らないんじゃ、これまた運転できっこない。これ二つに分かれる以前のところで、それで初めて行くんだね。それでしかもあれですね、向こう側の風景に刻々映る向こう側の風景に応じて、こっちの手元足元のその、機器をね、操縦機器を操縦して、初めて運転ができるんだからね。だから万法を進めて、自己を忘れるというのは万法に称せられるんだ。結局万法次第で行かなくちゃ、刻々映る風景に応じて行かなくちゃ。だからつまりね、自己っていうのは、今言った話をまとめて言いますとね、自己っていうのは人一切自己で、人一切自己っていうのは万法ぐるみだ。万法ぐるみっていうのは自己を忘れるんだ。ちょうど昔の言葉に、安城人なく安家まなしっていう言葉あるじゃない。蔵の上に人はいない、で蔵の下に馬がいないってね。今の自動車運転で、いや運転席上人なく運転席下車なしってそういう、それほどで初めて自由運転できる。それだから自己を忘れるなら
で自己を忘れるというのは万法に称せられるなり万法の在り方として荒らしめられるというね。で万法に称せられるというのは自己の信心および他己の信心をして脱落せしむらない。だからこの場合その自動車運転の場合ね、俺が車運転してるんだぞってね、そんなね自己と他己とその分けて考えてるようじゃぎこちない運転しかできない。自分と他己とその脱落っていうか手放しにしちゃうんだね。そのところに初めて自由運転ができる。で五尺の九欠なるあり九欠なる五尺を超長室ならしむ。だから悟りっていうことはないわけじゃない。しかしながら悟り俺悟ったってそんなんじゃダメなんだ。悟りの跡形さえもやめてしまう。で究極なる五尺を超長室ならしむ。自分は悟っているぞという跡形さえもない悟りを生活していかなきゃ。それで、まあ、今のところ意訳をちょっと読んでみますと第6段ね、このような仏道頭手放し利他老少を超えた生命実物の冷めた人生運転をなろうことは人海ぐるみの事故を習うことである。人海ぐるみの事故のみが生命実物だから、このような人海ぐるみの事故を習おうというのは事故を忘れることである。事故を忘れるとは万法の在り方として荒らしめられることであり、万法の在り方として荒らしめられるとはこの個体的自己および他己という自他脳諸の思いを手放しにしてしまうことである。悟りの在り方跡形もやめてしまうことである。自分は悟っているぞというような跡形もない悟りを生活していくことである。それで今度第七段ね、人初めて法を求むるとき、はるかに法の偏在を理解せり。だいたいね、生命実物としては誰でも彼でも生命実物を生きてるわけですね。天地いっぱいからの人一切事故を生きてる。しかし今も言うようにこの人一切事故の天地いっぱい人のあり頭からは甚だ天地いっぱいならざる思いがいつでも分泌してくる。そしてこの思いを持って向こう側を追いかける限りね、俺なんとかして俺悟りたいってね、そういう思いを持って追いかける限りね、これはたとえ仏法っていう名のものであってもそのもはや仏法からはるかに偏在を利却してる。これはまあ自己を運びて万法を主張しようとしてるから。人を初めて法を求むるときはるかに法の偏在を利却する。これはねこの前も言ったようにね、私も本当にこの私自身初めて法を求むるとき、これまあ私は坊主になってそしてまあ座禅生活始めたとき、まあこれでこれさえやってりゃそのいいんだって、それ初めてから2、3年の間はまあこれでよかった。しかしながら本当に座禅したって何ともならない。そうするとこれでいいのかいな、なんとかこれやっぱり悟らなくちゃいけないんじゃないかって、これをもってまた悟りを向こうに置いて求めちゃう。これ悟りを向こうへ置いちゃう。で法すでに己に承伝するとき速やかに本文になる。でこれ大切な
自己と万法と分かれる以前の、その万法組の自己ね、臨一切自己として、法がこのこそっとね、自分に伝わったとき、これは速やかに本文になる。このところがあれなんだね。今例えば人を船に乗りて行くに、目を巡らして岸を見れば岸の映ると誤る。目を親しく船に作れば船の進むを知るがごとく、信心を乱走して万法を弁行するには、自身自称は上流なるかと誤る。今の時代、まあ科学時代っていうから、いよいよこれがこういうあれがあるのね。例えば今科学者たちっていうのはね、その科学で一番大切なのは自分の主観を入れないで、その物を測定するとこから始まるじゃん。で、客観を、いかに客観的に物を見るか、主観を入れないかって、それだけだ。ところがそうして客観的に物を見てるっていうことは、まあそれでいいけれど、そうやってるうちにね、いつの間にかね、主観って私だね、私自身はね、そのいつの間にか自分注文だけがね、こう高い立場に置いちゃうんだね。そしてその例えば自分注文がね、神のごとくの永遠的な完全者としてこうものみたいな、科学者っていうのそういうところがあるね。例えば天文学者っていうのね、あれのこれからの宇宙の話って、あれ私見てていつもそれこそ滑稽でしょうがないけど、今の科学者たち、天文学者っていうの、何十億年後の宇宙はっての話書いてるじゃない、よくね。しかしながら科学者自身はってね、70年長く生きても70年か80年、それで今もうその人たちは40、50、そうするとあと20年か30年の宇宙ロケットで飛んでって何光年の距離を飛ぶって言って、何百光年って言ったら、何百光年飛んだって それまであんたの命持ちませんよって言って言うことの方が先だもん。でところがいつの間にか天文学者っていうのは自分を永遠的完全者に置いてるの。でこれ、まあ、またお医者さんの話だけどね、お医者さんっていうのもいつでも患者見てるうちにね、その自分だけが高い立場に置かれちゃうんだね。そしていつの間にかね、自分は絶対に病気にはかからないっていう自信が出来上がっちゃうんじゃないかな。それでお医者さん自身がね、いつかがんにでもなった、あんたはがんだって、まあ言われなくてもお医者さんは自分でこう研究して俺はがんだって思うようになるかもしれないけど、とにかく自分はがんだとなった時、お医者さんは初めてさあどうしていいかって、今までは簡単に患者を客観的に処理してるだけだった。ところが今自分のこと話になってくると、どうしていいかわからない、それで全くあてふためいて凡夫丸出しになるね。これお医者さんにそういう人も多いんじゃないかと思う。ところがさらに恐れいることは、今教育者っていうのもそう、教育者っていうのも今のような科学時代になってくるとね、この教育者も科学者みたいに客観的に生徒を扱ってる、客観的に生徒を処理すればいいと。いや、全ての教育者がそうっていうんじゃないですよ、そういう人がいるっていうことに、お医者さんだそう、私のような、まあ、そういう人もいるっていうことを言ってるんですよ。で今の教育者でもね、そのいわば生徒たちを客観的に処理すればいいってつもりで、落ちこぼれをね、全く無造作に作る、それで平気でいるもん、切り捨てちゃう。
ところがそんな先生の子供に限ってね、補導されてるっていうのが多いんじゃねえかと思うんだね。これ、名前じゃあるけど、ムニュークラ先生に聞いてみると、その間、滋賀県の、なんていうか、補導された、子供の親たちのあれ職業を見てみると、先生が一番多かったっていう話聞いたことあるけどね。そうすると今の教育者ってやつは、あんまり偉くなりすぎて、自分だけはその完全者になりすぎて生徒を処理してる。その間に自分の子供はちゃんとその補導されなきゃあんないような子供に育ってるっていう、そういうことになっちゃうんだね。でこれらみんなね、信心を乱走して万法を弁行して自身自称は上々になるかと謝ってる。いやその点ね、そういう今天文学者やお医者さんや先生の話したけれど、今のような科学時代ね、みんなそうなの。我々ね、全て自分とは関係なしに、そのただこう事務的にその全てのあれを処理しないといいと。だから自分、我が子でさえもなんか我が子が親が両方とも働きに行っちゃうじゃない。そうすると子供は寂しいんであれすると、そうするとお金でやってそれで処理するもの、それじゃあね、子供が本当に育ちようがない。で全てそのあんまり自分をその自分っていうものは自身自称が上手になるかと誤って、そして全て自分の思惑でもって処理してる、これが問題なんですね。ところがもし安理を親しくして個人に帰すれば、本当に自分自身の生命に立ち返ってみれば、全てのものがその自分から切り離されて向こう側に客観的に存在するもんじゃないということ、それで決して自分が頭で考えるような白もんじゃないんだということですね。これに帰すれば万法の我にあらぬ道に明らかし、それで第七段のところちょっとまた意訳を読んでみますと、以上のように仏法はどこまでも国の生命実物をすることなので、人が法、仏法万法を向こう側に置いてこれを求めるときには、もはや人が法の外側に立ってしまっていて、はるかに法の偏在限り果てをより離れ去っている。法がすでに人に正しく伝わったときには、即座にそのまま本題人である。例えば人が船に乗って行く場合、目を向こう側にやって岸を見れば岸が映って行くのだと思い誤ってしまう。自ら乗っている船に目を つけてよく見れば船の進んでいるのを知るように、それと同じく思い乱れて信心の向こう側に万法を見れば、この自分というものを物差しにして、この自分が揺るぎなき常住のものかと思ってしまう。しかしもし落ち着いて自分に立ち返ってよく見てみれば、万法がこの我の頭で考えるようなあり方のものでないことが明らかとなるであろう。その点、万法は我の追求目標としてあるようなものではないのである。それから第8段、この第8段はちょっと話がまた、たくさん申し上げなくちゃなんないんで、この今日全部できないと思うんで、
次の回に回すつもりですが、このまあいわば予告編ちょっとやってみますと、このだいたいね、この現状公安の巻ね、今まで見てきたところでも分かるようにね、表面的にはね全く部位のつながない、いろんなその途切れ途切れの文章がね、あの羅列されてるように見える。それでね、いかにもあっちへすっ飛びこっちへすっ飛びするね、禅問答よろしくだ、その全く到達無縁の文章に見えるわけですね。で、そういうこう あれだ、そのあっちへすっ飛びこっちへすっ飛びするようなその文章のその脈絡ですね、前とこの今度の文章との続きっていうね、脈絡を求めるっていうようなことは、たどるっていうことはね、いわゆる禅の話にはふさわしくないと、まあ、そのくらいのつもりらしいんだけどね、そのどの注釈、今までのどの注釈書見ても、そのいろいろの各段ね、今までの各段をつなぐ脈絡をたどろうとした本をにお目にかかったことがある。それこそね、バラバラのまんま、この段はこう、この段はこうっていうね、そのただあの、その各段の語句の注釈をしているだけだ。ところがね、道元禅師が少なくともこの現状公案と題されてね、この一文を書かれている限り、この巻全体としてね、その一つの現状公案という話が書かれているわけだ。私は少なくともそう思う。それでそのそうするとその現状公案というね、何が書かれてあるか、そしてまただからここのところはどういう続きなのかっていうの、それをね、私自身がこの現状公案の巻を書くつもりで、その気になって読まなくちゃいけないというのが、まあ、私の考え方なんだね。でそのつもりでなって読んでみるんだけれど、それにしてもこの段に突然ね、滝岩灰となるとこう出てくるのね、いかにもね、前の段との続きがね、一つ大きな断層があるような気がするね。で、しかしどうしても前からの続きで、どうしてもここに滝は灰となるってね、持ち出さなきゃならなかったっていうね、そこまでその、読み取った時、初めてこの段の言われる深い意味も分かったってことだと思う。まあそういうつもりでね、それこそ何回も何回もで、とにかくまあ、この前も言ったけど50年温めてんだ。そしてあれしてみてですね、見るとこの大体第7段のところね、人初めて法を求むるとき、はるかに法の偏在を離却せりとかね、これ法を求めた、そしたらもう見当外れになっちゃういるってことだ。だからこれまだこの、そして法すでに己に昇殿するとき速やかに本文になる、これ求めたらダメって、求めて得られる仏法でないってことですね。しかしながら一旦その自分に仏法が身についたら、そしたら本文になるというんだから、悟りと迷いとってないわけじゃない。いいですか。ところが今度第9段人のところをね、見てください。その第9段のところで、人の悟りを得る、あれ
で言いますと、このページ数はないのか、あ、35章って書いてある、それの前のページの、これ枚数でいくと3枚目だ、枚数でいくと3枚目の裏の2、4、6、7行目、人の悟りを得る水に月の宿るが如し、月濡れず水破れず、ここじゃ、これ第七段のところでは、あの人初めて法を求めるとき、はるかに法の偏在は理解せる、で法すでに己に承伝するとき速やかに本分になりというんだから、悟りと迷いとないわけじゃないんだなという、まあわかるね。ところが今度第九段の初っ端から人の悟りを売る水に月の宿るが落とし月濡れず水破れずと、もうここじゃもう悟っちゃったんだ、悟ってる話だ。そうするとこのところに、ね、その間に挟まれた第八段だね、滝が灰となるというね、この段はまさしくその迷いから悟りに移るね、その移る話が書いてあるところじゃなくちゃなんないってことになる。ところがそしてまたそのまさにそのことがだ、迷っているのがどういうふうに悟りに移るかって、まさにそこが我々としては知りたいんでしょ。で、まあそういうつもりでもってこのところね、よくよく着目してこの段を読みたいところだという、まあ、予告編だで、まあ、この回はこれです。また。